ないとダメですよ。いや俺雑には扱ってないよ。うん。あ、起きた？うん、だから、俺、だからいつもごめんな、ごめんなって言ってんだけど、もうそれしかねえんだよ。あのよ、何に対してごめんななのとかさ、いや、もう、何か、もう俺の中で何に対してもうクソもねえんだよ。うん。ゆず？だから今日シェリーと和解したじゃん。で、俺もそこ行って、だからあいつ俺んとこ来よ、来るって言って来たんだしょ？誤解だったって自分の枠で言ってたじゃん。私の誤解だったっつって。でもまだ嘘つき呼ばわりされてっからね。いや話できないよ。うん。玄関だけしかいねえから。氷ぶん投げて帰ってったよ。意味がわかんねえ。俺はもうちょっと毎回毎回あれでげっそりげんなりげんなりっていうかげっそりするから。うん、なんか悪いことやってんのかなって。いや、思わないなとか、いや、じゃあ俺おかしなことやってんのかなみたいな。俺おかしなことやってんのかなと思ってよ。うん。ねえ。俺はさ、なんかこうふわふわした配信がやりたいのよ。ふわふわって言ったら変だけど、みんなと仲良くね。うん。そうそう、たまにな、みんなとよふざけた放送ができればいいね。ああ、だってみんなだって見る本さねえなって思った時に、お、ちゃんまんやってんじゃんって、じゃあちゃんまんつけっぱしとっかみたいな、そういうのでいいんじゃん。少なくとも俺んとこはよ、人数少ねえし、コメントはみんな読むから、俺は読むっていうか見てるから。うん。よその放送じゃ打ったコメントなんか読まれねえとこもあるだろ。変な嘘をつくから、俺全く嘘ついてねえんだけどな。誰かがポンプ入れてんのかもしんねえけど、まあいいや。まあ変な掲示板見たり、DM 見たり、ガチャガチャしてやつがやってんだろ。でそれにうまく乗っかっちゃってんだろ。
セリーちゃんから LINE 来た日のことを思い出してください。通話？だって俺そんなの隠すつもりもねえから。ああ、シェリーから LINE 来たよっつってここに傍若いる時に言ったら、はぁ？つって、二人で仲良く話せばいいじゃんつって、それで帰ったんだから。言ってる意味わかんないんだけど。はい？え、それで怒るの？みたいな。いや、俺もわかんねえよ。いや、やきもちじゃないでしょ。だって、シェリーは彼氏がいるわけだしさ。で、もうすぐ結婚するとかなんとか言ってたから。いや、行かないよね、じゃないでしょ。いや、まあそれで帰られたからね、カーンって怒られて、いや、また俺怒られてんのかよと思って、いや、これなってるのがもう俺の罪なのかって思ったもん。シェリーちゃんがトモネーとエマちゃんにいじめられて電話かけてきてたって言いましたよね。あ、もちろん。事実だから。だけど、傍若は、トモネーもエマも自分が仲良しだから、シェリーが、ね、自分の仲いい人間のことを言ってんのが許せないだけでしょ。それだけよ。くだらねえ理由だよ。あんたら女同士で何でもやっとけよ。もうめんどくせえから。知ったこっちゃねえよ。バカが。ゆっくりいらっしゃい。でも、ゆず何？いじめられて電話したわけじゃないって。ジェリーちゃん言ってましたよ。二人が仲直りできてよかったって電話して、それは逆に言えば俺から言わせたら大きなお世話だよ。うん。はじめちゃん、こんばんは。いや、俺別にこれでパンクっていうか、仲悪くなったらなったで、しょうがねえなって思ってるから。うん。俺はね、はじめちゃんがありがとうなの、決まった、あだす。ジャンマンは好きなんでしょ？ああ、俺一回好きになった人、基本的には嫌いにならないから。うん。ああ、傍若さんの涙が切ないです。え、また泣いたの？俺見てねえか分かんねえけど。だって、来て、なんか必要なものあるとか言われたから、言って、パシリかって、ふざけんなとか言いながら買いに行って、玄関また入ってきて、それぶん投げて、出てったんだから。いや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 、いやいや、ちょっと待ってくれよ。ちょっと待って。シェリーの件で嘘つかれた。ついてねえよ、もう。もうやめようよ、もういいよ。俺はもうギブアップだから。うん。うん。
何の嘘だよ。いやもう結構ギブだよ俺。これ何回目だほんと。じゃあさ、俺が嘘ついたのは何回目だとか何回目だとか言ってるけど、もう俺も何回目だよってこれ。フラットガードナムル、特命さんありがとうございます。決まった。あざーす。いや、もういいよ、もう。しかも、俺の中では、今日は、何の用事で来たのかも、まず、俺、理解してないし。そうでしょ？いやもうだからカーってなったら勢いで行っちゃうタイプじゃない？いやだってシェリーの件なんか何にも話さねえもん。だから話はしてないんだよ。玄関から一歩も入ってねえんだから。靴も脱いでねえんだから。なもうゆずさんね、いいよもうそんなのは。俺は現場にいたんだし、うん。もういいよ、うん。なんか俺悪いことやったんかな。いや、これでね。それだけのためにタクシー乗ってきたの？うん。うん。いや、俺わかんねえけど、うん。俺もさ、今日午前中ちょっと寝起きでさ、なんかふらふらしてて体調悪いなと思ってて、あいつ放送やってんなと思って見てて、なんかシェリーとやり取りしてたから俺コメント打ったんだよ。まあいいけどね。もともとほら、あの彼女にはほら旦那さんがいるし、うーん、俺んちは遊びに来てただけだから、うん。二度と来ねえよって言われたから、いや、あそっか。俺言葉も、うん。まあそういうことなんだねって。ああロイエンいらっしゃい。いや俺は疲れるっていうか、どう言っても理解されないからしゃあねえなって思う。何でも嘘つきでも、何の嘘なんだよ、もう。じゃあもう嘘つきでいいよってなっちゃうよ。
そこまで言われたら、はいはいって、もう、ああ、もういいよって、それでって。いや、俺は怒ってないよ、別に。うん。また嘘がバレたのか。いや、何もバレてないよ。うん。何もバレてない。嘘がバレたら、俺ん家までタクシー飛ばしてこねえだろ。な、いっけ、会って話したかったんだと思います。だからゆずだから俺1階のオートロックピンポン来たから開けたので、上はもう俺鍵はオープンにしてるから勝手にガチャって開ければ入れるようにしてる。そしたら、うん、ハゲ、ハゲって言うから、うん、つって。なんか必要なものあるって言われたから、氷2個とタバコ4つかなって言ったの。パシリかボケつって玄関で言って、いやいや、じゃあ必要なものあるか聞いてきたらそっちじゃねえかよって、なんじゃん、なんもねえよって俺も言えばよかったんかいって聞かれたから言っただけの話でさ。ほんで、それ、買ってきて、廊下に、ぶん投げて、二度と来るかとか言って、帰ってったから、うん。いや、これがこの流れよ。今日の。だから、うちには一歩も上がってないよ。うん。いや、もうバチーンってもうぶん投げてんだから、コンビニの袋をびくってしたよ。おい、何で投げてんだよと思って、二度と来るかーっつって、二度と来るかって、いや、ちょっと待って、今日俺呼んでねえんだけど、みたいな。むしろ俺、無理してこなくていいよって俺言ってるぐらいだからね。ああ。いやー、ちょっと俺はもう、ちょっと対応できねえわ。ほんと。もう、げっそりしていくから、俺。もう、そればっか考えるから。ずーっとだよ。胃痛えのも。いやー。X-Men? いや。
俺はさ、そんな無理して来ないでいいよって連チャンだから、もうタクシー乗ったから。あの人はこうなったらこうなんだな。嘘をついてるって認識がないってことなんですよね。何、ゆずは俺のアンチなの？ブロック入れるぜお前。さっきから言ってっけど、俺別に何の嘘もついてねえからな。おいこの野郎、てめえ俺の喧嘩売ってんのかよ俺ら。あ？てめえの恋愛話じゃねえのに脳が浸れてんのてめえだろこれ。じゃあてめえが解決してこいよこの野郎、まとめてこいよ。そこまで脳が浸れるんだったらやってこいよこら。おいてめえか、ガチャ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 やってんの。おい聞いてんだよこら、まとめてこいよ。てめえがそこまで言うんだったらよ、聞きたいことを聞きに来ただけです。だから俺説明してんじゃねえかよ。それ以上もそれ以下もねえよ。だけど言ってんじゃねえよ、こんなガキは。ほらお金取ってきます。お前よ、いい加減しろよ、調子乗んなよ。クソガキがよ、俺だって気分悪い思いもしてんだよ、小馬鹿にされて。